はいどうもこんにちは、裏切りマンキーコングです。封じ修行会、はい、どうでしょうか。はい、というわけで封じ修行会、ヤグラ会でございますね。はい、ヤグラはブラスター使えばいいとは思うんですが、まあ、ここでね練習することによって、うん、あのアサリエリアもね勝てるようになるということなんですけども、いいんじゃないですか。ま、ちょっと前確かね、うん、あの無印でやってたんだけど、ヤグラはつって、うん、今回はネオの方で、うん、まあアンチョビとデボンだからまあ、うん、いいんじゃない。だいぶその広いステージだったりとかするので、はい、アンチョビは、はい、入れるタイミングがあるならあの敵の右奥入る、ほう言ってることはわかるかな。だからあの第3関門のとこ、はいはいはい、第3関門のとこからあの奥なんていうの手前側、第3を塗って手前に下がるでしょ。うん、第3らへんを塗って手前まみたいな、まあそんな余裕ないと思うから、もうぐるっとあの金網奥まで入る。オッケーオッケー、あそこね、うん、あデボン、デボンは、ね、はい頑張ってください。うんミュートします。はい、よし。あでも長さ的にはさ、デボンはね結構苦手な人多分多いと思うから、ヤグラ勝ち方分かると勝率すげー上がるよ。まずは第1関門、あ進めたい。もう乗っていい、もう乗っていい、うん、第一関門すぐすぐ第一関門で見るのは上だね、上ちょっと上触りづらいけど上見た方がいい。これ今死んだ位置に多分若葉いる。第一関門行くとあれかなり熱い。あ全然いいっすよ。まあ死ぬの若葉のボムで死ぬのはもったいないですけど、第一関門行ったらかなり飛べないかな。いいですね。はい、第一ったらずっと進むから、いいねいいね。そう敵高取る、そうそうそう、そっからもういいです。あおお行かなくてよかった、行ってよかった。もうその上取れば勝ちです。はい、そこの上取って敵近づけなきゃ一生矢倉進んでくんだよ。そんなもん飛べる。あとボムラ打って勝ちじゃねえか。ああこれ左から流れてもいい。行く行く。帰り道を目指す。あ、やったか。ボムラすぐ入れよう。いいよ。お、いいね。メインとそのボムラの切り替え。いいよ。やられたら出してあげた方がいいかな、ブラとかだと特に。飛ぶのは強すぎ。あ、これは引いた方がいい。引かないと。いやー、今のはね、最後封じだったんで。まあ、すぐに。引いてもよかったかな。止めに行きたいね。すぐ止めに行きたい。ここはね、第一関門止めたいんですよ。ここは第一強めに止めたい。まあまあ、あいつだったら第一乗られるかな、これ。あ、やば、止めたな。あ、そう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 。ヤグラから敵タカ乗れるんで、余裕なさそうならヤグラからのその敵タカ乗ってくるんだよね。で、次、この次は左から入るか、そう、もうそこはいらないかな。うん、左からやっぱ降りてたら、もっと状況良かったかな。うん、そこいらないんだよね。マジでしょ正面手を取るか。なんでそっち側に逃げた。いやーそうそうそうやんな、そうか、頑張れ。左から入るのを多分知らないね、封じはこれ、うん、左から敵、左から矢倉のとこ入れるって知らないね。
で、矢倉止めるときは、まあ下も必要なんだけど、上から止めるの強いんで、上から止めるのも見せてほしい。乗っていいっすよ、ね。で、そこから敵キャが乗って、いや、うん、ここ、ここ、今の状況、左から行くとかね、うん、うん、やんないね、マジで。まあ、やんないならやんないで、守り固くはなるんですけど、多分、やったことない感じのいかなさなので、一回ぐらいちょっと次、やらせてみましょうか。いや、キル力はね、あります、うん。はい。うん、まあ。まあ、普通かな。普通、うん、キルはできてたけど、あ、まあ、抑えるとこがあんましって感じだったから、左奥最初、左高、はい、敵高入れたのに、はいはいはい、なんか降りてやられたり。あの、後ろ向いちゃった時でしょ。うん。あそこ取るだけでいいから。で、あそこ矢倉からも乗れるからね。まあそうか、矢倉乗ってそのまま行ってもいいのか。うん、なるほどなるほど。あと、はい、左奥に矢倉が進んでて復帰した時、うんうん、左から入るのも見たい。なんかずーっと正面からしか行ってなかったから、なんか真ん中戻る前提で動いてた、ずっと。いや、もうあれはもう一回、うん、左からちょっかい出すのもいいし、あと上から矢倉止めるのもめちゃくちゃ強いんで、あのガラスのね、うん、はいはい、それもやってください。オッケー、ちょっと試合中にそういうのちょっと行動変えてほしい。ずーっと死んだら真ん中行って塗り出して、うん、を繰り返してたんで。なるほど。こう何個かレパートリー見たいから、臨機応変にね。うん、だから左側から降りる、左側行く、はいはい、リスポーンした時に左側行くのと、はいはい、上から矢倉止める第一関門。オッケー、これ意識してください。はい、デボン、はい、デボン来ました。オッケー、左で止めるのと、ガラスで止めるね。ガラスかが止める。あ、ちょっと。オッケー、やってみます。一回でもいいからやってほしい。よし。うん、いい、いい、全然いいよ。左の。リッター守んなきゃいけないんで。左いるな。死んでるかな。さあ、ここもうすぐ乗りたい。多分チャージャー乗らないんですよ、これ。あ、味方が乗ってる。じゃあもうこれ上はチャージャーが見てくれるんで前でいいっす。ここぐらい入れていい。うん、なんか死んでる。左奥か。左奥に。さすがにバレてないか。ああ。ちょっと行けない。手首が。左飛んで、矢倉行くでもいいし。はい、ね、二落ち。これすぐ進めよう。死んだとこどこだ、右か。うわ、うん、乗って進めた方がいいんですよ、ここマジで。進めたら敵来てくれるんで、ここのマップ。さあ、ここ矢倉止めたい。うわ、取るかー。これね、ここ止めれないと、まあ、チャージャープレッサーあるんで、あ、プレッサー打ってもらってかな。あ、ちょっとそれに対してそれで合わせていこう。もう一枚、あ、いいね、そっから乗るのもいい。
さえる、そこ押さえる。降りんなよ。ふい。降りんの入れまずいらねえから。そうそうそう、そこも打ち合って、そう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 、倒さなくていいから死ななきゃもうそれ、進むから。もう。うん。うん。うん。はい。やられてみましょう。あと2枚。うん。ああ、よしか。じゃあ、中スイッチしよう。ああ、いいね。で、これ、チャーに飛んだ方がいいかな。ああ、ちょっと時短できるんで、飛んだ方がいいっすね。あそう、これ左から行っていい。いやー、下手くそ。乗ってるかな。あ、死んだ。これもう、左やるか、矢倉乗るか、どっちか、もうすぐやってほしい。それどっちかをすぐやってほしい。で、もうこれ分かってる人はもう左側に敵入ってるんで、そう、そうそう、左手壊せたい。あぶね、死んだくない。うぃリードできたのかこれ。いやごめん、いや今のな、今のリードできたね。ちょっとヤグラ上乗ってる。あ、たんね。チャンスはあるぞ。いいね。敵高にいるんだろう。これ今潜伏する意味全くないから、もうすぐ塗り出して。ゴムラ入っていいかな。ゴムラ入っていいかな。正面じゃなくて左見てあげたいな、それ。左見てあげたいな。正面行くならもっと早く行かなきゃいけないし、むずい。はい、正面行くなら左見たかったっすね。最後正面行くなら左を見る。左から、ああ最後中央通路からぐるって回ったじゃないですか。そう回った。あれ早くやんないと味方死ぬんで。なるほどね。もっと早く行って倒すべき、ね、そうだね。なるほどな。あと上はもうチャージャー、ね、ここチャージャー強いんで上で見てんの。はいはいはい。基本的にあのなんかチャー乗れようじゃなくて自分で乗ってもガンガン進めていいかな。ああもう自分が乗る。うん、チャージャー乗らせなくていいね。チャージャー乗ると腐るから多分。ああもうチャージャーには上見てもらって、うん、自陣の上から敵の上見てもらって、したら上切れるから、はいはいはい、ある程度。なるほどね。オッケーオッケー。チャージャーいるときはもう乗りまくっちゃっていいんだ。うん、めっちゃかなー。だし、あのリードできなかったとこも、あそこも正面から行って味方殺されて間に合わなかったじゃん。なあ、ああいう時は左か。うん、左からでいいかな。正面からぐるって回るのは、味方にやらした方がいいかな。オッケー。もっと塗り出して逆にヘイト買うぐらいに。うん、なんか進める意思があんまな見えなかったね、左。なるほど。左ね、左意識します。うん、ミュートしました。あ、これ短編成。短編成の時は、さっきみたいな行動やってもいいんだけど、中央ぐるって回るみたいな。多分前にかかる人数増えるんで。触った。ちょっといるな。いるのにバカ、危ねえ。ナイス。したら。ゴブラ吐きながらこれ乗るでいいかな。もう第一カモ行くのが超大事だ。みんなまでやるのは違ったな。うん、ここで第一カモも進めれるようになったら、ここマジで勝つから、勝てるプレイヤーになるから。今ので第一カモ進めれればいいね。
さあ、ヤグラ止めに行きたい、それ。富士、富士、富士、ヤグラ。うん、そう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 。ヤグラでいいと思う。うまい。それはうまい。ごめん。で、相手は第一関門行ったでしょ。めちゃくちゃ有利なんですよ、ここ。第一関門先に進んでると。え、マジ？で、第二、絶対止めたい。飛んでる。は？あ、びっくりした。やるやる。あんまり、あーもうこれ乗った方がいい、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 乗った方がいい。詰めてるから。うん、このマップマジ上から見れるんで、あんまり矢倉突撃しない方がいいっすね。これ上、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 上から来る、絶対。上見て、ほら、そう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 、死なないように。お、第一関門いったらもうこれイーブンだから。でもそっから敵対が飛ぶ。うん、そう。で右見る、一回。そういるから絶対。そう。それやったら勝ちだ。うん。下手くそだね。今のは上から射撃出してるやついたから、さっき絶対いるんですよ。右ヤグラから飛び乗って右いるんで、そこもっと消、もっと意識して敵いるって思ってたら多分打ち勝ってるから今の。無視。いやーごめんなさい、もう無理。もう入れていい、うん、同じとこ入れすぎ。今同じとこに4つ入れたんで、あれもったいない。あれ1個で、あれすぐ十分です。意味ないです、同じとこに入れる。左タカ取られてるな。リーコン壊して、そっちに嫌だな。いいよ、そう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 、そういう、そういう細かい飛びね。さっきの1個前の試合しなかったけど、全部超大事だから。それは一旦帰るかな。バージョンバレてるから帰るしかないね。さあ残り1分。ホームラン打って、うん、あーでね、これね、ここでホームラン打つときは右手前のケアだけした方がいいですね、マップとか見て。右手前突っ込んできて自宅取りに来るやつとかいるんで。あーあー、これ生きてれば超チャンスだったけど。飛んでいい、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 それも富士。飛べ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 て飛べて飛んでれば今もう利用してる。うわー危ない、うん、飛んでよかったよ。あー惜しい、ナイス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 。今まあ運よくリードできたけど、あれ味方やられてたら最後残ったやつ、手前奥行ったやつね、あれ死んでたら止まってたからね。で封じ飛んでれば今のどんな状況でも多分リード入ってたから。なんだあれ。そうこれね、平面突撃弱いんですよ。ここ上から見た方がいい、やっぱり。ナイスもあるかこれ。ああよかった。はい、飛びが甘いね。飛びが甘い、飛び甘いね、判断が。さっき1個前の試合はチャージャーに飛べるシーンで飛ばなかったりしてたんですよ、自宅にいるやつに。なるほど。自宅にいて安全そうなら飛ばなきゃいけないし、はいはいはい、あとリード入れたとこもあれ飛んでればもっと安全にリードできてた。ああそうか。うん、味方がキル入れてたからね、うん、味方が飛ぶ場所でもキル入れてたから飛べるのよ。なるほどね。そうあれ飛ばないと、あれ味方がギリギリ残ってたから、うん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 、なんとかリード入ったけど運よく、うん、あれ死んでたらもう
リードしないで負けてたし。なるほどね、入れなかったね、あそこまで、うん、あそこ一番のチャンスだったから。捨てジャンがないともうビビっちゃうんだよな。いやいや、状況見て、マップで、マップ見て飛べるかどうかだから。倒してるなら行くで、ね、うん、オッケーオッケー。し、あそこリードしなかったらだって負けっすよ。そうだね、うん、あそこの状況的にも飛びたいところだよね。はいはいはい、うん、別に勝ってたらね、無理に飛ばないで守りに入ってもいいかもしれないけど、うんうんうん、そうそうね、飛ばなきゃの場面をな、考えなきゃな。うん、1秒2秒やっぱ前出るの変わるだけで味方にカバーできるかどうか変わるんで、うんうんうん、ちょっと飛びを、飛びも意識します。死んだ時はね、特に遠いから飛んだ方がいいのか、うん、遠いステージはどっちかな。うん、OK、もうでもやってみましょう。はい、頑張ろう。はい、うん、長い、大丈夫、4人、4人いますね。 OK、 あー、まあまあまあ同じような編成だね、うん、駐車艇までの編成。初動は死なない、初動は絶対死んじゃダメ。そうそうそう、ガン引きしてもいいから死んじゃダメな。そう、右から突っ込めってくるやつね、うん、そうなんだよね。あ、もう第一、もうこれ相手ね、これをやってほしいね。この相手のこの、わかる、もう第一行って第二につくんだぜ、この速さだよね。そう、これね、基本的に乗るようなタイプの武器種とか人間が、この管理、ここの管理うまいとこんな感じになるんですよ、このマップ。これ富士にやってほしい。このスピード感。はいよ、乗るもよし、乗るもよし。死にたくねえ、これ。うん。いい、めっちゃいい、めっちゃいい。そこもう塗り出し、塗って。後ろ来るぞ、富士。で。うん、これ、ここはね、やっぱ富士さんは毎回こうなんで、これはもうやって覚えるしかないね。リスポーンの敵の時間管理。体感出たけどでいいから。あ、さっき俺が倒したやつ、もうリスから戻ってくるなって。うん。思えないとダメだね。そこの潜伏あんま強くねえな。それだったら矢倉から乗った方っていう。いやー、嘘ー、今のやりたかったー。矢倉からも敵さが乗っていい。ローラーとかならまだしも。とりあえず左から行く。そう、そう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 、そういうこと。で、あと矢倉上だけだからな、ラス1。それマップ見てればわかるぞ。そうじゅ、ま、上いる。引いたか。オッケー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 。聞いたな。あ、ボムラいる判断も悪くない。あ、大丈夫。ちょっと。ヤグラ止めんな。ナイスターン来るぞ。そう、で、ヤグラから左高登るでもいいし。左高いるな、それ。それ。それやりてえな。ナイスナイス。前見ろ、前見ろ。後ろはいい、後ろはいい。さあ、あとリールだけ。ごめんなさい。そう、ナイスナイス。これもそこ飛ぶか、うん、飛んでもいい、うん、飛んでもいい、そう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 、飛んでもいい、飛んでもいい、今のは。そうで、そう、高取っちゃう、そこ、ずーっと、うん、早いな。9番か。そのなんだろう、左高、敵の左高にさ、ハイドラーで入ったら絶対強いじゃん、チャージャーとか長射程だし、高いとこから撃つのも強いけど、短射程で入っても強いから、あれ実は長い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 、相当射程、あの有効射程伸びるから、短射程で高いとこ取ってるこのゲーム。でも早めにボムラ、手前取った。これをね、もっと警戒しなきゃダメ。この右手前絶対来るから、これ特に相手勝ち諦めてない時はもう絶対来るから、そこ通さないと勝てないから。相手逆言うと、そこ見てれば相手の勝ち数潰せるから。あれはいい相手の入り方です。あら、相手対戦落ちしてる。そう。まあ、今落ちたからね。いい感じだったのにな。今落ちたから全然。正直いいっすよ、この試合。この試合を使いますよ、私は。途中までよかった。あともう、安全に勝ちましょう。
後ろから刺していいそうだ。ああ、そうそう。俺。いいね、うん、やっぱ11のキルは別に何の問題もないんだよな。コメントにもあったけどマルチタスクできないですよねみたいな。まあ慣れないってそれは何のゲームでも誰でもできないんだけど。予測ね、敵こっから来るだろうなとか、ここいる可能性高いなみたいなのはね、ちょっとマップ見れたりしないと難しいから。あ、まあ上から射撃で止まりますよ。うん、そういうこと。そう、無理なのよここ。はい、いやまあ良かったんじゃないですか。あ、本当に。うん、あの試合自体はね、はいはいはい、見たいとこは見てた。はい、富士山はね、うん、敵から見たときに、はい、その、なんだろう、あれがないのよ。うわ、お前、ここ見てんのかよ、みたいな。はいはいはい、はい、うん。意外性？意外性じゃないね。あの、見なきゃいけないとこ見てない。必戦に2回やられましたよね。右手前から来た、初動の右手前から来た必戦と、やられてたね。あと、中央高入った時の、うん、自中央高入った時のガラスのとこ入った時に右手前から来た必死にやられましたよね。うん、やられた。あれはやっぱカバーしとかなきゃダメ、自分で。あ、なるほど。行きたいところはちゃんと安全は自分で取る。行きたいとこってか、そのガラスからボムラ投げてたんかな、確かんかな、うん、うん、右、自宅右ね。はいはいはい、うん、中央の自宅右側、ね、第二関門のとこ、うん、あの辺でボムラ投げてて右手前から必死に突っ込んできたんだけど、うん、あれはもう自分で見た方がいい。マップ見るなり、うんうんうん、うん、なるほどね。うん、この辺は自分でカバー、うん、自分で見とかない、はい、だからそのあ、こいつボムラ打ってるけどここも見てたんだがない。あー、なるほどね、うん、相手からしていや、ちゃんとカバーできてるんかいっていうのがちゃんとできてないわけね。そう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 、あ、ちゃんと味方が、はい、そう、味方が右後ろとかにいるなら見なくていいんですよ。うんうんうん、だけどさっきの状況見てなかったし。なので味方がいないところに対して不用心すぎると。うん、そう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 。なるほどなるほど。それは大事かな、ボムラ打つ際。そうね。うん。ボムピッチャーがね、やっぱ打たなきゃっていう気持ちと同時にその今打っていいんかがね、交錯するんですよ。頭の中で。いや全然打っていい、打っていい。うん、だからガンガン。もう打ってる時もちゃんと見とけね。そう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 。ケアして見なきゃいけない。オッケーオッケー。うん。あのなんか自分の足元に1個投げろって言ってたじゃん、うん、あれは要するにそれに近いことと、ね、まあそうだね、保険もやられるぞ、保険みたいなことだね、うん、それは、うん、で来てほしくないとこポッポッと投げといてから、うん、あの後輩投げるみたいな、うん、なるほどなるほど、そこも意識しつつ。そうですね、リボンは難しかったな。まあでも勝ち方、最後の試合も、うん、相手の隅めっちゃ早かったっしょ、初動。そうだね、もう封じがリスポンする頃にはもう第二関門来てたでしょ。そう、第一が終わってて。そうでしょ、あれぐらいの速さをやってほしい。あれやるとめちゃくちゃ勝率上がるから、デボン。まあ、じゃあ結構乗りは意識しちゃっていいのかな。乗りは意識していい。ただその安全取れてないのに乗ると、うん、まあやられちゃって逆に相手のチャンスになるから、はい、はいはいはい、まあ先に1キル入れるのか、うん、まあ、それとも塗りで安全取って倒さなくてもいいから塗りで安全取って乗っちゃうかとか。なるほどね、うん、まあその辺はいろいろ考えながらやってほしいかな。進めんぞ感をね、うん、出すわけね、うん、なるほど。まあでもあのネオでやってみたけど全然いい感じですね、うん、ネオでも、うん、十分止まるし、うん、いや試合はね全然あの悪くなかったよ。ただもう一個やっぱステージ上がるってなると、はい、まだまだって感じかな。
やることあるかなっていう、ね、なるほどなるほど、わかりました。ちょっとね、まあ櫓の方でも一応全ルールでシャープマーカーをやりつつ修行して、うん、アサリが上がれるようにちょっとまた生放送してやってみるんで、はい、はいはい、ぜひ皆さんも応援よろしくお願いします。はい、というわけでまたお会いしましょう。さよなら。はい、さようなら。チャンネル登録お願いします。